おっと、君らまだいたの？ということで3階ですね。来てみたものの、ここ意外と退屈でさ、そうだな、僕とゲームでもしようか。どうしようかな。よし。君たちはここではシャドウに捕まっちゃダメです。シャドウに捕まらないように僕のところまでたどり着いてください。はい、用意スタート。さあ、では、シャドウさんに捕まらないように探索していきましょう。あ、やばいやつだ、やばいやつだ。危ねえ、よかった。で、宝箱からシャドウさん出てくるパターンも、どうだっけな。ちょっとそのケース怖いからね。マッピング重視できます。の、あった。ここっぽいかな。よくここまでたどり着いたね。じゃあご褒美として君らのお相手をして差し上げよう。よし、行こう。ということで、中ボス戦かな。頑張っていきましょう。闇属性が効かないやつもいるよ。注意して。ペルソナ。まあ、どんどん出してくるパターンか。これならね、ラクンダさんで、極力同時に倒すようにしていきたいよねってなると、よし、挑戦していこう。ペルソナ意外といけそうじゃないこれ。あと2体。オッケーオッケー。でメギドラさんでどうでしょうか。よーし、ありがとうございます。よかったよかった。意外にやるもんだね。でもどこまで持つかな。よし、行きましょうよ。なんか今目の前走っていかなかった、ユキコちゃんの姿が目の前を走っていく見えたんだが。お、階段。よし、行こう。君らが求めている真実とは何か、きちんと考えたことあるかい？そんなものを誰が欲してるんだ？君らだけが欲しいものじゃないのか？自分たちだけが満足する、そんな真実に一体何の価値がある？自分が満足できればいい、そうなんじゃないのかい？よくわかんないけど、このままじゃ殺された人たちが浮かばれないよ。そうでしょ、先輩。よし、行こうか。さあ、ということで、少しですね、休憩を挟みまして、再開していこうかなと思っております。おお、倒したい、倒したい。いや、まあでも、無理はしない、無理はしない。いける！はい！よかった。って思ったら、これ。多分後ろの方に捕まっちゃったパターンかな。マジか。ガル系か。ダイスさんがね、多分弱点ないんだよね。なんで、そう考えると、とりあえずスロータードライブさんは
カル系で弱点取っといて、ハマムドで落とせたら一番理想かな。お、全然それでもいい。ナイスキコちゃん。オッケーオッケー。でさらにジェイちゃんとユキコちゃんのタッグ、ブフ系どうだろう、いけるかな。おお普通か。まあでも倒しきれましたね。そうだな、どうしようかな。強い相手じゃないよ、負けないで。ミノタウロスさんがどうだろう、全部ブフでいけるかな。敵残り3体、踏ん張りどころよ。あ、これ回っちゃうか。リセチチェック、氷結がいけそうだ。オッケーオッケー、じゃあやっちゃいましょう。はい、いいね。弱点同じで助かった。普通に強いですからね、シャドウさんも。ここまで来るとあぶね、結構危なかった今。よし行きましょう。準備 OK？ とりあえず戦闘終わったら回復しよう。うわーまだ残るか、じゃあもう使っちゃうか。メディアラハン、というか割とさっき攻撃に当たってたら割とやばかったよね。はい、おーしありがとうございます。よかったー、あぶねー。どうしよう、トールさん、トールさん欲しい。僕も頑張らない。おめえおめえおめえ、ゴッドハンド欲しいな。でマハラギライン来ましたね、これは変えよう。よし、メシアライザーもいいね。さあでは頑張っていきましょう。先に開けちゃったな今。わかった、そこだね。宝箱、闇属性。いけないかな、いけないかな、ムドで。よーし、お見事、ありがとうございます。さあということで誤解になるのかな、済みました。連続殺人の犯人は生ため、これが世間の真実だ。この真実に人は群がってる。もし仮に僕が君らに捕まり、その真実が覆ったとしよう。さてどうなると思う、わからないかい。答えは簡単さ、ただ群がる先が変わるだけさ。世界は何も変わりはしない。
し、どんどん進んでいこう。うわー、先にやっちゃった、危ない、よかった。の出張突撃はそういう感じなんだ。行きましょう。いいですか？行きますよ。いいね、いいね。オッケー。もう一丁。この方がね、物理が弱点だったんで、結構ね、こういうクリティカル系見られるのってレアなんじゃないかなって思うんで、よかったよかった。もう行きましょう。行けっかな。はい。はい、よーし、ありがとうございます。レベルアップしたよ。おめー、さあ、では行きましょう。10のカードだ。ごめん。どんどんレベル上がるね。いいね。なんとかチエちゃんにはゴッドハンド覚えてもらいたいな。さあ、ということで6階に来ました。あれ、ここで行き止まり。ここの中心に何かいる。行くよ先輩。よし、行こう。いよいよ何かあるかな。あとね、ちえちゃんがゴッドハンド覚えて、ナオトくんも空間殺法だったかな、覚えました。さあ、ということで、6回ね、ぐるぐる回る感じでした。で、おそらくこの中に、ボスなのかな、中ボス戦ですかね。よし、行きましょうか。はい。わあ、強そう。タワーみたいだね。うわ、開幕メヒドラオンだ、やば。うわ、強っ。どうしよっかな。ちえちゃんはチャージゴッドハンドでサイクル作っちゃって、で俺はタルンダさんで、ユキコちゃんは回復サポートかな。無理すないね、いきなり半分ぐらい持ってかれましたね。うわ、テンタラフあるんだ。おー、ナイス、ちえちゃん。さあ、行きましょう。ゴッドハンド。どれだけ行けますかね。うわーカウンター発動しやがった。恐ろしい。マジか、どうしよう。ハイパーカウンター持ちか。それえぐいな、なかなか。
極力物理で攻めたいよな。物理か万能属性。ナオト君はメギドラに切り替えちゃうか、まあ、一発なら耐えると思うんで、相手のメギドラもメギドラ打っちゃおう。誰かこいつを頼みます。でもいきなりオートハンドいきましょう。うわー、これチャージやったら単純計算で倍ですもんね。あれのすごいな、そう考えると。まあでもいけそうですかね。なんだかんだ半分削れてるので。ただお互いパワーバトルにはなりそうなんだけど、今回相手は相手で力全振りみたいな感じですよね。オッケーオッケー。さあネギドラさん、でゴッドハンド、いいよ。でそろそろタルンダやっとこうかな。でユキコちゃんは回復で、テンタルフね。オッケーオッケー、いよいよ。さあ右ドラさん、ゴッドハンド、ラクンダさんどうしよう。普通にもう攻めるか、もうちょっとですもんね。耐える耐える。これでいけないものか、お願いします。うわー残るか、ゴッドハンドお願いします。よーし、ありがとうございます。やっぱ強いね、結構経験値なかった今。おもし見なかった。そしてメギドラオンが来ましたよ。めちゃめちゃ強いんですよね。敵全体で属性無視で特大ダメージっていう。変えましょう。ナオト君はもうこれで全部ですかね。どうなんだろう、覚えるスキル的な意味で。力が弱まった、今ならあの場所通れるかも。戻ろう先輩。よし戻りましょうか。一回カエレールとかでいいかな、使っちゃって。よし戻りましょう。でレベル的にも多分どうかな、ちょっと上げた方がいいかな。さあということで、いよいよですかね。一応ですね、ペルソナさんだったりレベルだったりはこのようになっております。結構ね上がったかなと思うんですが、でアダッチが使ってくるスキル的にちょっと相性が陽介だったり感じだったりがあまりよろしくないので、このまま行くことにしました。ちえちゃん、ゆきこちゃん、なおとくんできます。でですね、ペルソナの方は、ま、この辺はカードから直なのであれなんですが、オーディンさんですね、おでんを作ってきました。一応ゆきこちゃん以外にメディアラハンを持たせたペルソナさんも用意しております。でペッターさんがですねランダマイザーを覚えてくれたので、今回ねこれがこのスキルがかなり鍵になるんじゃないかなと思います。よし頑張っていきますか。おお、いよいよって感じがするね。よし行こう、アタッチを倒そう。行きます。
すごいすごい、よくここまで来られたね。お前の罪状を確認する。お前は危険と感じていながら山の真由美をこの世界に放り込んだ。そして彼女が死んだことを知りつつ、今度は小西咲を同じ目に遭わせた。はあ。さらに生ためを騙し殺人行為を引き継がせ、自身はゲーム感覚で傍観。そして失踪者が死ななくなると、今度は脅迫状を送り、再び死人が出るよう仕向けた。模倣殺人まで起きたのに、あろうことか刑事の身で捜査中の容疑者を放り込んだ。半年で二人が死に、幼い女の子が重体。いや、それだけじゃない。何かが一つかけ違っていたら、何倍もの人数が死んでいた。すべて愉快犯にも等しいくだらない動機のために。だからさ、それが何なわけ。僕はただ入れただけだって。悪いのはこの世界でしょう。実際この世界に殺されたんだから。ここは人々の意志が反映される世界。ああ、ってことは犯人はお前らも入れて外の連中みんなかな。ふざけんな。お前は人が死ぬのを知ってて手を下した。それが罪じゃなくて何だってんだ。正義感強いね。正義感強いねって、あんた警官でしょ。世の中のいろんな道の中からわざわざ警察選んだ大人でしょ。そんな警察に就職したからって誰も彼も正義の味方なわけないだろ。僕の志望動機はズバリ合法で本物の銃を持てるから。結構多いよそういうやつ。ま、面白そうだと思って警察入ったけど、正直大失敗。周りバカばっかでさ、ちょっとした仕事の失敗にケチつけてこんなど田舎まで飛ばしやがって、いろいろが面倒くさくなってどうしようかなと思ってた時、この力を見つけちゃってさ。なんでてめえなんかが。田舎でクソつまんねえ仕事してる僕へのご褒美みたいなもんなんじゃないの。やれたからやっただけだし、で面白いから見てただけだし。そんな勝手な理屈で現実がどうなってもいいって言うの。現実なんて基本は退屈で辛いだけだろ。みんなこんな世界認めてない。ただ否定する方法がないから耐えて生きてるだけだよ。うまくやれるやつは初めから決まってるのさ。才能ってチケットを持ってる。そうじゃない奴には自分が違うって事実を見ずに人生を追われるか、そんな選択しかない。気づいちゃったら絶望だけ。ゲームオーバーだ。だったらこんな現実ない方が良くない？そんなことない。ガキは無知だからうざいよ。あのさ、今はあれこれ夢見てんだろうけど、夢ってのは知らないってことだ。お前らだっていずれわかるさ。どこまで行ってもつまんねえ現実がさ。つまんねえのはてめえだけだろうが。消えてえならてめえが一人で消えやがれ。勝手に人を付き合わせんじゃねえ。生きがるだけのガキはやだねえ。不安で大声出したい気持ちはわかるよ。けどこっちは実際そうだったっていう経験談でものを言ってるんだよ。少しは想像してごらん。人間が皆一様にシャドウになる。目を塞がれて生き続ける。それって今の現実と何が違う？いや、むしろずっと楽になるはずだ。楽だと？
何言ってやがる。あのさ、自分にとって何が本当で何が善か、それ自分で考えてるやつがどれだけいる？ほとんどいないよ。だってさ、考えたってしょうがないんだから。現実に目を向けたって嫌なことばっかで変えようがないんだからさ。変えようがないことを考えるなんて、こんなめんどくさい話ってないだろ。だったらそんなもん見ないで、信じたいことだけを信じて生きた方がいい。絶対その方が楽だろ。楽に生きられりゃそりゃいいぜ。どんなやつだってせいぜい80年とかしたら終わるんだし。だったらシャドウになればもっと楽だ。何も抑圧しなくていいし、見ないふりどころか見なくていい。正直もういらないんだよ。世界が飲み込まれて人間がシャドウに変わる。今怖がってるだけの連中ほど本当はそう望んでる。なら導いてやるのが僕の役目だ。誰もそんなの望んでない。あんたが一人で望んでるだけでしょ。もう、じゃあ思い出してみてよ。自分から出たシャドウのことをさ。今の自分なんかより何倍も生き生きしてたはずだよ。気をつけるクマ。なんか様子が変クマよ。お前ら、シャドウをただの化け物としか見てなかっただろう。こいつらは本音のままに動いてんのさ。お前らが盾つくから暴れんだよ。これからの世界、お前らみたいなめんどくせえガキこそいらねえんだよ。ガキはあなたよ。生きるのも面倒、死ぬのも嫌。そんなの理解されないに決まってるでしょ。ただこねてるだけじゃない。人は一人じゃ生きられない。だから社会と折り合うことを投げたら生きづらいに決まってるんだ。なのにお前は立ち向かわず、去る度胸もなく、人であること自体から逃げてごまかそうとしてる。世の中を面倒と言ったくせに大勢の他人を巻き込んでな。お前の理屈は全部子供以下の単なるわがままだ。うるせえ。強がってんじゃねえよ。俺を否定しないとお前らが立ってられないんだろ。何も苦労してないケツの青い高校生に俺の何がわかんだよ。はっきり言っとくぜ、お前は選ばれたんでもなんでもない、ただのくだらねえ犯罪者だ。来るよ。これがきっと最後の戦い。全力で行こう。すぐ世界は変わる。お前ら存在自体が無駄なんだよ。ほっときゃいいかと思ってたが、目障りだ。消してやる。目障りはあんたよ。やりましょう。僕らが協力すればこんなやつ負けるはずがない。うるせえ。消えろ。消えちまえ。まさかこの人が。許せない、こんなやつに負けらんない。さあでは頑張っていきましょう。足立徹さんですね。こいつ強い、気をつけて。まずはランダマイザさんかけちゃいましょうか。はい、動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。
またツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。